高生区長高生区は大韓民国富山広域市の生誕にある区。区域には近海国際空港がある。楽東港デルタ地帯に位置する田園地帯だが、沿海部では富山振興などの大規模開発が行われている。楽東港と西楽東港に挟まれた三角州と西楽東港西岸からなる。区域西部の海上には加徳島が浮かぶ。 楽東港を隔てて、不山港域市佐閣、佐上区、北区、西楽東港を隔てて、京商南、道昌原市沈海区、近海市と隣接する。また、加徳島から海を挟んで西南に京商南道巨彩市があり、2010年開通の巨塚大橋で結ばれている。区の大部分は、歴史的には、近海軍に属していた。1978年、 楽東港三角州城の地域が最初に、富山直轄市に編入された。1989年、高生区が発足する際に、西楽東厚生岸と加徳島が区域に編入された。行政区域図高生区北部行政道は8道、法定道は22道、区長はデルタ北端の大なぎ道にある。区長長は京に基地。 ルノーサムスン自動車富山工場区の南部に国内自動車メーカーであるルノーサムスン自動車の富山工場が建つものの区公式サイトによれば区の人口の53%が農業業に従事しており面積の約60%が開発制限区域に指定されている国内ありがとうございます